According to the inscription inscribed in Persepolis, Iran of modern days, and the history written by Greek historian Herodotus, who is often referred to as the father of history, there once lived the highest priest, Stodana Gaumata, or named as Magi. He was the highest class of humans who worshipped Marduk, god of gods. His alternative name was Zoroaster, or he was called Zarathustra in some other regions. And his name was inscribed in Persepolis as Magi of Stodana Gaumata, father of Seta Alta Gaumata, since there was only one single Magi in Persia. Stodana Gaumata was a king of Saka tribe in Persia, as well as Magi, but he was exiled from Persia by Darius I and escaped to Lumbini, Nepal of modern days. I, Hiroshi Hayashi, understand that Stodana Gaumata in Persia or Stodana Gautama in Nepal was a demigod who founded Buddhism as well as Magi or Zoroastrianism, because I also understand that the term Magi was a proper noun, not a general noun. This is a summary of this video in which I prove each fact to be true with evidence to know who Buddha was and where Buddha came from. ペルセポリスに残る碑文及び歴史の父と呼ばれるヘロドトスの歴史によれば、かつてペルシャにはサカ族の王ストダーナ・ガウマタと呼ばれる最高位の神官がいました。またの名をゾロアスター、さらにまたの名をザラスストラと呼んでいました。そのストダーナ・ガウマタはペルシャでも最高位の神官、つまりマギでした。がストダーナ・ガウマタはやがてダリウス一世にペルシャを追われ、現在のルンビニに逃れます。ルンビニでは現在の今でもストダーナ・ガウマタはストダーナ・ガウタマと呼ばれています。私たちが現在ブッダと呼ぶペルシャ名セダアルタ・ガウマタ、ネパール名シッダルタ・ゴータマと呼ぶその方の父親です。セダアルタというのは宇宙の真理の解放者という意味です。またマギという冠位は冠位ではなく固有の人物を示す固有名詞であったと判断したことにより、マギ教を広めたゾロアスターとストダーナ・ガウマタは同一人物であったと私林博氏は判断しています。この動画の中ではこうした事実を一つずつ証拠を挙げて証明しながら、ブッダとは誰なのか、またブッダはどこから来たかを証明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。ブッダの謎を解く前提として、林博氏のナスカ理論によりその位置関係を確認しておきたいと思います。バグダッドの南にあるバビロンです。そのバビロンの中心点からナスカに向かって線を引きます。この中心点がバビロンです。その中心点からナスカに向かって線を引きます。次にペルセポリスの中心点からやはり同じようにナスカに向かって線を引きます。そしてブッダの生まれ故郷と言われているネパールのルンビニです。そのルンビニからもナスカに向かって線を引きます。ナスカにはそれぞれの拠点からのラインが集まっています。そして関連し合う拠点からのラインは
一つのプラットフォームに集まっています。この青いラインはバグダッドの南、バビロンから引いてきたラインです。バビロンラインとしておきます。この黄色いラインはペルセポリスから引いてきたラインです。ペルセポリスラインとしておきます。そしてこの右上から左下にかけての緑のラインはルンビニから引いてきたラインです。これら3本の線は一つのプラットフォームに集まっています。つまりこれら3本の線が示す拠点は何らかの形で関連性がある、つまり共通性を持っているということになります。もう一度繰り返します。ブルーのラインはバビロンラインです。黄色いラインはペルセポリスラインです。そしてグリーンのラインはルンビニラインです。ではどんな関連性があるかということですけども、言うまでもなくブッダとそれぞれ関連性があるということになります。緯度経度はここに示しておきます。興味のある方はご自身でご確認ください。逆に考えるとナスカのラインはそれぞれの拠点への方向ラインであると同時に、それぞれの拠点の関連性を示す、つまりは歴史ラインということにもなります。by 林宏説です。つまりこのような形でルンビニとペルセポリスとそしてバビロンは関係がありますよということを私たちに教えているということになります。この緑のラインがルンビニライン、つまりブッダと関係があるとなると、残りの2本ペルセポリスラインもバビロンラインも、もっと言えばペルセポリスもバビロンもブッダと関係があるということを示しているということになります。さらに言えばペルセポリスの碑文の中にストダーナ・ガウマタ、そしてセッタ・アルタ・ガウマタという名前があったことを考え合わせるならば、この3箇所はブッダと深く結びついているということを示しているということになります。ではどのような関係と考えたらよいのでしょうか。私林浩はブッダ二人説を証明しました。一人はストダーナ・ゴーマタと呼ばれているブッダのお父さん、そしてもう一人はシッタルタ・ゴータマという私たちがブッダと呼んでいるその方です。そしてストダーナ・ゴータマは苦行中のブッダ像として広く知られています。その証拠に苦行中のブッダ像なる像の台座にはゾロアスター教の神事の様子が彫り込まれています。注意深くご覧ください。わかりやすく言えばゾロアスター教のゾロアスターイコールストダーナ・ガウマタということになります。そのゾロアスターがマギ教を広めたので、一般にはマギ教のことをゾロアスター教と呼んでいます。そしてゾロアスターの別の読み方がザラスストラとなり、そしてストダーナ・ガウマタへとマギという関与を通じてつながっていきます。ヘロドトスの歴史、そしてペルセポリスに残る碑文の中にはストダーナ・ガウマタはマギ、マギと位置づけられていました。そしてそのストダーナ・ガウマタの息子がペルシャ名セッタ・アルタ・ガウマタであり、そのセッタ・アルタ・ガウタマはネパールではシッタ・アルタ・ゴータマと呼ばれるようになります。つまり私たちがブッダと呼んでいるシッタ・アルタ・ゴータマはペルシャのバビロン周辺で生まれ育った王子ということになります。そしてその父親の名前は
ストーダーナ・ゴータマ、ペルシャ名ストーダーナ・ガウマタ、またの名をゾラアスターであったということになります。半神半人のデミゴッドです。ゾラアスターイコールストーダーナ・ガウタマということになり、その息子がシッダルタ・ゴータマということになり、私たちはその方を今ブッダと呼んでいます。以上のことを続く動画の中で一つずつ証拠を挙げて証明します。なお続く動画は2年前の2016年に発表したものです。細かい部分で矛盾があるときはよりナンバーの大きい方の動画の内容を優先させてください。 Bye for now。The Genealogy of Gods, Chapter 10, Buddha's Genealogy, Hiroshihayashi, Hamama City, Japan.神々の系図、King Anu です。こんな像も最近見つかっています。兄の延期、またの名をエアと言います。弟のエンリルです。地球の支配権はエンリルに渡されます。日本では延期はイザナギ、エンリルはイザナミと呼ばれていました。延期の姉でもあり妻でもあるのがニンフルサグです。人間の親子関係をそのまま当てはめて考えてはいけません。ニンフルサグのまたの名はアナヒータ、日本ではアマテラスと呼ばれていました。ギリシャではアルテミスという名前で呼ばれていました。このニンフルサグ、つまりアナヒータがペルシャの女神だったということになります。そのアナヒータが主神となってマギ教が生まれます。マギ教、つまりマニ教はゾロアスターによって広められたので、一般にはゾロアスター教と言われています。ゾロアスターのまたの名をザラスストラ、そしてまたの名をストダーナと言います。そしてアナヒータは12月25日ゾロアスター教の当時祭の日にミトラを処女解体で設けます。ミトライコールマルドゥックということになります。ペルシャを支配した神の中の神マルドゥック、すなわちラーということになります。言うまでもなくマルドゥックイコールミトライコールミトラ教を起こします。ミトラはギリシャではアポロと呼ばれていました。ラーイコールアフーラ、そしてアラーフということになります。皆一人の神ラー、つまりマルドゥックということになります。その一方、地球の支配者エンリルの孫娘にあたるのがイナンナ・イシュターということになります。その後日本では別名卑弥呼と呼ばれるようになります。ここで注意していただきたいことは、ペルセポリスの碑文にストダーナ・ガウタマ、あるいはストダーナ・ガウマタという名前があることです。ストダーナ・ゴータマはマギ
と呼ばれていました。つまりストダーナ・ガウタマイコールゾロアスターということになります。そのストダーナ・ガウタマはダリウス一世の策略に引っかかりペルシャを追われ、現在のネパールのルンビニ近くに逃げていきます。そのストダーナ・ガウタマと人間マヤンの間に生まれたのがセッタ・アルタ・ガウタマ、別名シッタルタ・ガウタマということになります。私たちがブッダと呼んでいるその方ということになります。その後ミトラ教はローマンカトリックの迫害により滅亡し、そしてその一部が現在のチベットに残ります。ミレー、つまり密教となります。話は少し戻りますが、ゾラスター教、ミトラ教の全盛に対抗してイシュターは兄のシャマーシュと組んでキリスト教を立ち上げます。それが現在のローマンカトリックへとつながっています。一方左側の延期の流れを組むイルミナティはその後のフリーメイソンへとつながっていきます。こうして地球を舞台にして左のサーペント族、つまり竜族と右のラム族、つまりレプタリアン族との対立構造が生まれました。そしてそれぞれの流れは、左は現在のフリーメイソン、そして右はローマンカトリックへとつながっていきました。This video is about the history of Buddha or Siddhartha Gautama. Where was he born? Where was he from? Who was he? And what was he for humans? This video of the history of Buddha also describes the history of Buddha himself and his father, Stodana Gaumata in principles.Beginning with the history of human civilizations. Here I show you the summary of Buddha's history first, and I prove this fact, each of which with evidence. Buddha とは誰なのか、どこから来たのか、人間にとって Buddha とは誰なのか、それをこの動画の中で証拠を添えて皆さんにご覧いただきます。つまりブッダはペルシャ生まれ、ブッダの父親の名前はストダーナ・ゴーマタ、またの名をゾラスターと言いました。広志林浜松市ジャパン。メソポタミアにおける神々の啓示について簡単に説明しておきます。ペルシャ周辺にはバウンダリーストーン、つまり境界石と言われている石がたくさん残っています。これもその中の一つですが、神々の啓示を知るには大変重要な石ということになります。その境界石には神々の紋章が描かれています。ここに描かれているのが月の神シンです。そしてその右がシャマーシュです。シンの息子ということになるわけですね、人間風に言えば。そしてその右が八方向に伸びる金星をかたどったイシター、つまりシュメールのイナンナということになります。そのイナンナから見れば祖父にあたるのが延期ということになります。
バビロニアではエアと呼ばれていました。そしてその母でもあり姉でもあるのがニンフル・サグということになります。そのニンフル・サグのシンボル的なマークがオメガマークということになります。ニンフル・サグは別名アナヒータとも呼ばれていました。ペルシャ世界においては女神中の女神イナンナ・イシュタールと対立する立場にはありましたけれども、女神中の女神として崇められていました。そのアナヒーターを主神にしてゾラスターがアフラ、つまり神々を集めて一つの一神教を立ち上げます。その神がアフラ・マズダーということになります。当初はマギ教と呼ばれていましたが、ゾロアスターが広めたのでゾロアスター教と広く言われるようになりました。ゾロアスターの別名がザラスストラ、あるいはストーダーナ・ガウマタということになります。そのゾロアスターはマギ、つまりスターゲイザー、つまり星見る人、星と話をする人、つまり星イコール神、リンギルですから神と話をする人ということになりますが、ゾラスターはマギでした。そしてペルセポリスの碑文にマギの名前で紹介されている人物がもう一人いました。それがストダーナ・ゴウマタです。ここが重要ですから繰り返します。ゾラスターはマギでした。そしてストダーナ・ガウマタもマギでした。紀元前においてはマギという名前は二度しか出てきていません。一つはゾラスター教の経典の中、そして一つはペルセポリスの碑文の中です。つまりマギは固有名詞であったわけです。となるとゾラスターイコールストーダーナ・ガウマタイコールマギということになります。ここが重要です。ゾラスターイコールストーダーナ・ガウマタイコールマギということになります。繰り返しになりますが、ゾラスター教はもともとはマギ教と呼ばれていました。マニ教とも呼ばれていました。ゾラスターが広めたのでゾラスター教となりました。そのゾラスターイコールストーダーナ・ガウタマあるいはゴーマタということになります。そしてニンフルサグイコールアナヒーターはゾラスター教でいう12月25日冬至祭の日にミトラを設けます。諸女解体で馬屋でミトラを設けます。そのミトラはやがてミトラ教を起こしますが、延期を倒し延期の後継者として世界に君臨します。ミトラがお牛、つまり延期を象徴する動物の上にまたがり、そして首のところに短剣を突き刺しているところに注意してください。このような形でミトラが延期を倒して位についたということをギリシャ彫刻は表現しています。話を戻しますが、マギという言葉は固有名詞です。一般名詞ではありません。つまり一人の人物ゾラスターイコールストダーナ・ガウタマをマギと言いました。ただペルセポリスの碑文によればストダーナ・ガウマタとなっています。ストダーナ・ゴーマタとストダーナ・ゴータマです。
言うまでもなく、ストダーナ・ゴータマというのは、私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマのお父さんということになります。その名前がペルシャのペルセポリスの碑文の中に刻まれていました。そのストダーナ・ゴータマは人間のマヤ・デヴィ、つまりマヤ、つまりストダン・マヤンと結婚し、子供を設けます。その息子がセッタ・アルタ・ゴーマタ、宇宙の真理の解放者という意味だそうですが、セッタ・アルタ・ゴーマタが生まれます。またの名をシッダルタ・ゴータマとも言います。その名前がペルセポリスの碑文の中にしっかりと刻まれていました。つまりブッダはペルシャ生まれということになります。もう一度神々の系図をご覧いただきます。頂点に延期、そしてニンフルサグイコールアナヒーターを置きます。延期アナヒーターは神です。ゾラスタイコールザラスストライコールストダーナガウマタは半神半人、つまりデミゴッドです。一方マヤは人間です。ですからストダーナガウマタとマヤの間に生まれたブッダは4分の1ハイブリッドということになります。計算上では4分の1ハイブリッドということになりますが、その流れが仏教へとつながっていったということは言うまでもありませんが、こうした流れに対してそれを良しとしない勢力がありました。それがイナンナ・イシュター率いるラム族です。イナンナ・イシュターはやがて兄のシャーマー氏と組んで、後のローマンカトリック、つまりキリスト教を立ち上げます。流れからするとマニ教、つまりマニ教、つまり弥勒菩薩教はやがて密教となり、日本にも伝わりました。仏教も日本に伝わりました。一方イナンナ・イシュタールとシャーマー氏が組んで立ち上げたキリスト教は現在のローマンカトリックへとつながっています。ここで重要なことは、ブッダの父親であるストダーナ・ゴータマイコールゾロアスターという点です。つまりゾロアスターの流れを組む弥勒菩薩教とブッダの流れを組む仏教とは、つまりは兄弟教であったという点です。つまり弥勒菩薩教イコール仏教、あるいは仏教イコール弥勒菩薩教と考えても何らおかしくはないということになります。今話しましたことを続く動画の中で一つずつ証拠を添えて皆さんに説明いたします。どうかご覧になってください。 Bye for now。The Amazon.com introduces a book whose title is Buddha, written by Harvey Kraft as follows. The author contends that during this incident, Siddhartha Gautama may have been the leader of Babylon's Magi, an interface order that assures
governance of the region. The situation explodes when Darius the Great seizes the throne. Simultaneously, the Magorder is purged as Siddhartha, prince of Saka nation, heads back east to the Indus. Could this event have inspired the creation of Buddhism as a pacifist movement dedicated to the pursuit of self-transformation, goodwill, and universal compassion? The Buddha from Babylon, the lost history of the cosmic vision of Siddhartha Gautama, uncovers new evidence that solves this ages-old mystery and discovers Babylonian influences in the Buddha's revelations. Buddha の話をします。Hiroshihayashi, Hamaba City, Japan.結論から先に話しておきます。ブッダのファミリートリーです。ブッダは誰なのか、ブッダはどこから来たのか、それを皆さんに今日お伝えします。ザラスストラです。またの名をゾラスターと言います。アフラマズダーがそれまでの神々をまとめてアフラマズダーとします。ゾラスターの名前で知られるようになりましたので、ゾラスター教と言います。もともとはマギ教と言います。そしてもう一人、マギがいます。それがペルセポリスの碑文に残るストダーナ・ガウタマです。ザラスストラもマギ、ストダーナ・ゴウタマもマギでした。そして、そのストダーナ・ゴウタマとマヤンとの間に生まれたのが、私たちがブッダと呼んでいるシッタルタ・ゴウタマ、すなわちペルシャ名、セッタ・アルタ・ゴウタマです。二分の一、ハイブリッドとなり、まあ、混合種ということになります。そして、ザラスストラの妻ではありませんけども、直接的な関係のあるアナヒーターから、ミゾラが生まれます。12月25日、冬至祭の日に、母アナヒーターの処女解体によって、馬屋で生まれます。ミトラです。で、マギというのは固有名詞です。で、まあ、紀元前にですね、二度しか、出てきていません。一人は、ゾラスター教の経典、すなわち、ザラスストラのこと。そして、もう一人は、ペルセポリスに残る碑文、すなわち、ストダーナ・ガウタマということになります。すなわち、ストダーナ・ゴウタマイコール、ザラスストラ、ザラスストライコール、ストダーナ・ゴウタマということになります。今日の動画は、イタリアのサント・アポリナーレ・ヌーボー聖堂から始まります。このサント・アポリナーレ・ヌーボー聖堂にはですね、イエスのモザイク画と並んで、三人のマギのモザイク画が飾ってあります。世界最古の三人のマギの絵と言われています。これがその三人のマギのモザイク画ということになります。この三人のマギがですね、イエス降誕の時にやってきて、イエスの誕生を祝ったとされています。まあ、そうした絵ということになっています。これがサント・アポリナーレ・ヌーボー聖堂です。で、ここに、まあ、三人のマギの絵が飾ってあるというわけですね。が、この絵は、どう考えてもおかしいですね。まあ、それをこれから皆さんにまず紹介します。まず、この三人のマギの絵を確認しておいてください。マギ、キリスト降誕の時に祝いに来た東方の三博士のことを言うと、また一緒、聖書にそのように書いてあります。確認しておいてください。三人のマギ、三博士のことだというわけです。で、この絵を検証してみます。いわゆるまあ、キリスト誕生の時にね、やってきて、キリストの誕生を祝ったというわけですけども、この、まあ、ダリウス大王ですけども、この姿勢に注意してください。どこか不自然ですね。いわゆるまあ、絵画的に下手くそだということですね。デザイン的に。これは、お牛座をかたどったものです。お牛座です。お牛というのは、ミトラ教のシンボル的な動物です。右がミトラ像です。
やはり同じような姿勢をしています。そして、このダリウス王はですね、帽子をかぶっていますが、これがフリジア帽です。トルコ中部の古名です。フリジア帽ですね。右がミトラ像と思われます。まあ、フリジア帽として紹介しました。そして、この、まあ、ダリウス王はですね、後でその証明しますけども、トルコのターキッシュケープを身にまとっています。トルコのケープを身にまとっています。まあ、右はですね、現在市販されているトルコのケープです。そして、ここに奇妙な木がありますが、まあ、これはナツメヤシの木ということになっています。聖母マリアは妊娠中、このナツメヤシの実を食べて過ごしたと言われています。が、この木はナツメヤシではありませんね。後から取ってつけた。すなわち、まあ、改変してあるということになります。注目をご覧ください。まあ、取っ手の部分がですね、螺旋的にって言いますか、渦巻き型に上に盛り上がってますね。そしてその葉っぱを取りますと、これはまさしく、ミトラ教、あるいはその前のズラスター教での神事で使う、トーチということになります。比較してみてください。すなわち、トーチをこのような形に改変したと考えられます。改変の痕跡は他にもあります。このモザイク画の上に3人のマギの名前が書かれています。いろいろな名前で書かれていますが、この名前は国によって皆違います。国によって皆違うということは定説はないということになります。つまり、この3人のマギに名前などないということになります。このサンアポリナーレ・ヌーボ聖堂にはこのような名前が書かれています。ここが今日の最初のポイントということになりますから、もう一度まとめておきます。キリスト降誕の時にですね、三人のマギがやってきて、そしてイエスキリストの誕生を祝ったというわけです。その絵が左上のサント・アポリナーレ・ヌーボ聖堂のモザイク画というわけです。しかし、まあ、トルコのですね、王たちが、キリストの誕生に駆けつけるわけがないのです。まあ、それもこの後順に説明していきますが、まあ、ここでマギという言葉が出てくることに注意してください。そして、カトリック教会の方ではマギという言葉を一般名詞として堂々と使っています。が、マギは一般名詞ではなく固有名詞です。まあ、つまり、荒れない絵ということになりますが、その理由はこれから順に説明していきたいと思います。フリジア帽ですね。これはミトラ教のシンボル的な帽子です。そして姿勢もミトラの姿勢です。そしてトルコのケープを身にまとっています。つまり、この三人のマギと言われているこの三人の人物は、イエスではなくて、ミトラの誕生を祝うためにやってきたマギということになります。まずその点を注意深くと言いますか、しっかりと確認しておいてください。ミトラ教は、キリスト教がですね、ローマ国教となると同時に徹底的に弾圧されます。で、このマギという言葉なんですけども、後でもう一度触れますけども、紀元前には二度しか出てきていません。一回はゾラスター教の教典の中、そしてもう一回はペルセポリスの碑文の中です。それ以外は出てきていません。すなわち、カトリック教が言うような一般名詞ではなくて、固有名詞だということです。そして、そのペルセポリスの碑文に出てくるマギは、紀元前520年頃に書かれたものだということが分かっています。ここが重要です。紀元前520年頃に書かれたものだということです。さらに、サント・アポリナーレ・ヌーボーには奇妙な点があります。イエスの像が描かれています。イエスの像ということになりますね。がしかし、そのイエスの向かって左側、右手に注意してください。薬指と小指を曲げて、残りの3本を立てています。
これはザバシオスの手です。ザバシオスっていうのは、トルコ、古代トルコの神です。サバジオス、ディオスという音がですね、後のゼウスにつながっているという説もあります。このサバジオスの手を見てください。薬指と小指を曲げています。そして残りの3本を立てています。間に小さな蛇が絡んでますから注意してください。さらに謎が続きます。同じイエスのモザイク画ですけども、今度は向かって右側、イエスの左手を見てください。奇妙なものを持っています。これは 何かということですね。で、この黄色い枠で囲ってみました。これはですね、やや改変してありますけども、というか光を消してありますけども、私はこれをトーチと判断しました。トーチではまずいから、まあ、このように黒く塗りつぶしたということになります。まあ、トーチといえばですね、これはミトラ教の神事で使う、まあ、アイテムということになります。右はミトラ教の神事の様子を表したものです。やはりトーチを使っています。ハイカ教、いわゆるゾラスタ教の流れを組みますから、当然火を使った儀式が多いということになります。トーチですね。ですから、このイエスは、あろうことか、ミトラ教のトーチ、もっと言えば、ゾラスター教のトーチを持っているということになります。奇妙といえば、大変奇妙なことになります。まあ、回りくどい言い方やめます。このトーチは、もともとは、ミトラ教、さらに言えば、ゾラスター教のトーチということになります。つまり、ここに描かれているのは、イエス・キリストではなくて、ザラスストラということになります。さらに調べてみます。今度は、このイエスの顔に注意してください。イエスの顔です。で、このイエスの顔と、ザラスストラ、ゾラスターの顔と比較してみます。右は最も古いザラスストラ、すなわちゾラスターの顔です。比較してみてください。大きな目、細い眉毛、そして口ひげ、顎ひげ。そして、長い、まあ、鼻ですね。まあ、違いがないという点で、これら両者は、同じとは言いませんけども、大変よく似ていると、私、林博士は判断しました。まあ、このように、サント・アポリナーレ・ヌーボー聖堂のモザイク画は、謎だらけということです。ここで重要なポイントはですね、まあ、ローマンカトリックの方は、これは三人の間儀であると説明しています。その前提として、間儀というのは一般名詞で、ただ単なる星見る人、あるいは占い師という意味だというわけです。がそうではなくてですね、このもう一つ確認していただきたいんですけども、このイラン説によれば、紀元前5世紀以前には二度しか歴史には現れてないんです。だそうですね。マギという言葉がね。他の文献によれば、紀元前には二度しか出ていない。ということだそうです。一度は、ゾラスター教の経典。もう一度は、ペルセポリスの碑文の中ですね。ですから、ペルセポリスの碑文の方は、紀元前520年に書かれたということがわかってますから、マギという言葉がですね、その時に使われたということになります。で、そのマギがですね、一般名詞なのか、固有名詞なのか、ここが、重大なと言いますか、重要なポイントということになります。その謎を解く鍵がですね、実はこのサント・アポリナーレ・ヌーボー聖堂の壁画自身にありました。向かって左側の人物に注意してください。冒頭でダリウス、まあ、と言いましたが、ダリウス一世ですね。あるいはダリウス大王とも言います。この人物と、ダリウスの、いわゆるまあ、ペルシア一帯残るダリウスの、レリーフと顔が一致します。ランダムにあちこちから拾ってみました。右がですね、これがダリウスのレリーフです。ヒゲ、それから、まあ、ヒゲですよね。口ヒゲ、顎ヒゲに注意してください。大変ヒゲの濃い、王であったということがこれでわかります。特に今お見せしました、この、四つの中のね、左下のダリウスの絵に、レリーフに注意してください。帽子こそ違いますけども、あとは同じだということですね。それから身にまとっているケープのデザインも同じだということです。
まあ、ここが一つのポイントですね。となりますと、この、いわゆる、まあ、アポリナーレ・ヌーボー制度に書かれているこのモザイク画の向かって左側の人物は、ダリウス大王であると、私、林博士は判断しました。つまりこれは、三人の間に、っていうのはですね、キリスト誕生の時に間に合うわけがないんですからね。ダリウス大王は、紀元前522年に即位しています。ですから、どんなに頑張っても、イエスの誕生の時に間に合うはずがないわけです。で、この、サンタポルナ、アポリナーレ・ヌーボー聖堂の、このモザイク画はですね、イエスの降誕を祝して集まった三人の賢者ではなくて、実は、ミトラの誕生の時に集まった三人の賢者ということになります。まあ、それをちゃっかり、まあ、カトリック側がですね、横取りしたということになります。と同時に、イエスのモザイク画も改変した。名前も改変した。そして、夏目ヤシの木も改変したということになります。まあ、モザイク画ですから、改変は簡単であったと思われます。まあ、そして、右がですね、これダリウスの、ペルセポリスに残る、まあ、レリーフを絵にしたもんですけども、顔を比較してみてください。これで、サンタアポリナーレ、サンタアポリナーレ・ヌーボー大聖堂に書かれているモザイク画の向かって左の人物がダリウスであるということが証明できました。すなわち、これは、まあ、いわゆる、まあ、根底からですね、三人の間儀がイエス誕生の時にやってきたという説が根底から崩れることになります。ここが重要です。まあ、繰り返しになりますけども、カトリック側が言うですね、三人の間儀説の根拠がこれでなくなったということになります。つまり、この三人の賢者がやってきて祝ったのは、ミトラであったということになります。ミトラは、繰り返しになりますけども、12月25日、当時祭の日に、母アネヒータの、まあ、諸女解体によって、馬屋で生まれました。同じことですけども、ギリシャの歴史家のヘロドトスが3人の王の名前を書いています。ヘロドトスはですね、ペルセポリスの碑文をもとにそのような歴史を書いたと言われています。ですから内容が同じであってもおかしくないわけですけども、そのヘロドトスの歴史の中に3人の王の名前が出てきます。キュルス2世の息子のカンビュセス2世、それにヒソダナ・ガウタマス、そして、ダリウス一世ですね。ダリウス一世です。で、カンビュセス二世はですね、大変な暴君であったと言われています。で、まあ、右がカンブジア、もしくはカンビュセス二世ですね。同じ人物です。そして中央がストダナ・ガウタマということになります。私たちがブッダと呼んでいる、シッダルタ・ゴータマのお父さんということになります。従来の説を紹介しておきます。ペルシャ、まあ、帝国ですよね。まあ、キュロス2世がですね、バビロンを攻略してペルシャを支配します。キュロス2世、あるいはキュロス2世です。で、このブルーのラインがその統治年ということになります。で、息子のカンビュセス、いわゆるカンブジエですよね。で、まあ、キュルス2世が倒れた後、位につくわけです。で、その後、ダリウスが、まあ、位についたということになっています。で、ダリウスは、ストダナ・ゴータマをですね、強奪者と位置づけて、まあ、ペルシアから追い払うわけです。ですから、まあ、旧来の説によれば、ゴータマは位にはついていないということになります。で、従来の説、ウィキペディアの方ではどうなっているかと言いますと、ペルシャではカンビュセス2世の兄弟、スメルディス、あるいはバルディアとも呼ばれていましたけども、が反乱を起こしてアジア全域で王としての承認を受けていた。しかし、間もなくスメルディスはダレイオス1世に殺害され、ダレイオスは自分が王位継承権を主張したと。ダリウスのことですね。で、ダリウスによれば、謀反人は実は本物のスメルディスではなく、ゴータマ、ゴーマタという名の間儀であり、本物のスメルディスは3年ほど前に殺害されていたとのことであると。カンビュセスはこの反乱を鎮圧するため、進軍を
試みたが、成功する可能性がほとんどないことを自覚するに及び、自らの手による死を選んだ。これが紀元前522年3月ですね。で、これは当時カンビュセスのやり持ちであったダレイオスによる記述であり、カンビュセスは死を事故によるものであったとするヘロドトスやクテーシアスによる伝承よりも広く受け入れられていると。ただし、実はダレイオス本人が定位につくための下準備としてカンビュセスを暗殺したのではないかという推測もなされていると。そういった推測もされていると。そして、まあ、カンビュセスは3月に死ぬわけですけども、その年の9月1日にですね、ダリウスは位につきます。ストダーナ・ゴータマという名前は、すでにヘロドトスの歴史の中にありました。が、そのストダーナ・ゴータマと、ブッダの父親のストダーナ・ゴータマと結びつけて考える人は、今まで誰もいませんでした。まさかのまさかということで、無視されてきたと思われます。これがハーヴェ・クラフト氏の書いたブッダという本です。この本は2014年までに2回 USA のベストブックウィーナー賞に輝いています。で、全文を翻訳してみますが、この中で一つだけ注意しておきたいことがあります。ハーヴェ・クラフト氏は、ガウタマという名前をすべてブッダ、すなわちシッタルタ・ゴータマに結びつけて考えています。私はこれはハーヴェ・クラフト氏の誤解かと思います。その点を留意して私の翻訳をどうかお読みください。古代ペルシャの碑文によりバビロニアの王とブッダになった男がつながった。シッダルタ・ゴータマ、つまり彼はブッダになったのだが、その存在を示す劇的な証拠が遠く西のペルシャで明らかになった。ペルセポリスで見つかったファミリー印章及び記録によれば、第4ペルシャ皇帝のダリウス大王がシッタルタ・ゴータマとブッダの父親のストダーナ・ゴータマという名前を認識され、かつ関係していることが分かった。ペルセポリスの印象により、王族及び他のペルシャの支配地域の重要な人物が明らかになった。ゴータマは釈迦王国の王族家族の名前であった。ペルセポリスの重要な印章の中でも、印章番号 PFS79 などの分析により、これらの印章がラナジット博士の翻訳によれば、ゴータマ家族であると考えられている。ペルセポリスというのは、ダリウス皇帝第一世のペルシャの首都である。家族紋章には王冠をかぶった王が刻まれている。その両側には2頭の長頭、つまり鳥の頭の羽を持つライオンの像が刻まれている。
そのペルセポリスのスラマナのセッダを表す印象は、ライオン、つまり太陽、まじないし、なのだが、多くの印象から集められた情報に基づいている。つまり、セッダ、アルタ、イコール、シッダルタというのは、すなわち、シッダ、つまり解放者と、アルタ、宇宙の真理のことである。つまり、セッダ・アルタ、イコール・シッダルタというのは、宇宙の真理の解放者という意味になる。セッダの印象は、長頭のアルヤ・スラマナ、つまりインダス・ヴェディックの層に両側を囲まれた統治者の立場の印象は、ストーダーナ・ゴータマ王、ブッダの父親の釈迦族の家系とつながっている。ライオンの体を持ち、神話のサンバードの頭と翼を持つ双子のガード、つまりエジプトの太陽を描くハヤブサのことである。ライオンとハヤブサの、つまりギリシャ神話の怪獣のモチーフは一対となったスラマナ占い師を意味した。それゆえに、ゴータマと関係した家族印象は、アリア・ヴェディックの王族の一員を表していることになる。ブッダの同じような像でも、彼のそばに宇宙的な側近とともに宝石で飾った木の下で、ライオン、王座に座るブッダを示している。そのブッダ像は、悟りの神聖な木の下におけるブッダの悟りを宣言している。ゴータマ家族の家族紋章は、ペルシャでは何を意味しているのだろうか。シッダルタ・ゴータマはペルシャ帝国と関係しているのだろうか。ダリウス大王の碑文によれば、35年の統治時代において、ペルシャの皇帝は、ゾロアスター教の神、アフラマズターにより、ガウタマという名前の強奪者から、紀元前522年にその地位を得て、王座に就いたとされる。ダリウスは、欺き、陰謀、殺人を含む闘争の末、それまでの短命だった王の後に、ペルシャの王座を得た。ダリウスは、バビロンで王座を得たガウマタを日和見主義者と位置づけている。ガウマタは、ペルシャの王のカンブジア皇帝がエジプトへ行っている間に不法な手段で王座を得た王である。
古いペルシャ語でエラマイド語、バビロニア語、それにビストンの碑文。その中でもビストン語の発音がバビロンでは少し知られた名前だが、シッダルタ・ゴータマに呼応する。その碑文はグアマテという名前になっている宗教的な像について述べている。つまり、ペルシャの皇帝である考古学上のダリウス王は、グアマテから王座を奪い、バビロンで王座に就いたことになっている。ダリウスは、グアマテを身分を詐称した不法な統治者であると書き記している。その書き方を見ると、それは高度の教育を受けた民に愛された指導者には見えないが。ダリウスは自らをマギと位置づけた。マギというのは秘技の実行者という意味である。そしてダリウスは自らを星見る人、つまり占星術師と嘲笑的に呼んでいた。ここで言うグアマテというのはシッダルタ・ゴータマのことであるとするなら、シッダルタ・ゴータマはマギにおいて中心的な役割をしていたことになる。さらに、マギの司令塔は、エサギラ寺院の建物の中にあったので、ジグラートの塔は、頭を上げた家という肩書きを与えられた。すなわち、星を見る人ということから、ガウマタは、バビロンの星観測と関係していたことになる。シッダルタ・ガウタマというのは謎に包まれたガウタマ王のことであったのか。ガウマタという名前はゴータマ、つまりブッダの家族の変化系と思われる。古代のバビロニアという多言語社会においては、一人の人物について多様な綴りで記されたいろいろな名前や肩書きというのはありふれたことであった。バビロニアのマギの影響が仏教文学に影響を与えたという証拠はあるのだろうか。仏教の記述の中にメソポタミアの影響を発見することはできるのだろうか。初期の数学システムにおいては、天文測定と神話文学はシュメール、アッカド、アモリテ、バビロニアの文化によって北条三日月のジグラートのタワー寺院で執り行われていた。マギとヴェディックの預言者たちは、ブッダの時代にはよく知られていた。チグリスからガンジスに至るまでの宇宙の構造の知識を深めていた。仏教経典における関連性の発見は、仏教がインドという地域で生まれ、他の世界とは隔離された世界で発達したという見解に挑戦していくものである。
経典の高等伝承が後になって集められ記録されたということはあるが、バビロニアの発見はブッダの起源、影響、意図に関して主要な示唆を与えるであろう。ガウタマは慈悲深い哲学者、博愛主義者として表現されているが、多くの民族が集まり、言語も違う世界で奴隷解放を宣言し、重税を軽減し、隣人をして互いに尊敬するように教えた。ガウタマは自由を支持し、人権を支持し、寛大さを支持したが、そうした教えはガウタマとゴータマが同一人物であったという理論を裏付けている。シッダルタ・ゴータマはクサトリア、つまり武士階級としての地位を失う象徴として彼の髪の毛を剃り落とした。そしてゴータマは禁欲の隠遁者になった。ブッダの馬のカンタカは右側に立っているが、彼の召使いはブッダの剣、王冠、王子としての宝石をもらった。ダリウスは軍事的な教者であり、考古学上の王族であった。ダリウスはガウタマの打倒を正当化するためのプロパガンダを実行し、成功した。公の碑文の中で、ダリウスは強奪者であるガウタマを殺害するのを正当化するため、目撃者としての彼の仲間についても書き残している。ダリウスの話は一方的にずるい言い方に見えるが、こうしたエピソードの表面的な話の裏に別の歴史が隠されているのがわかる。ダリウスが彼の歴史を自分に都合の良いように書いたことは確かだが、実際に起こったことが何千年もの間誰にも知られず今日まで残ったというのも、歴史家たちがガウマタについてほとんど知らなかったからである。もちろん、ガウタマがシッダルタ・ガウタマであるとするなら、この暗殺は嘘ということになる。なぜなら、殺されているとするなら、ブッダにはなれなかったからである。ガウタマの名前で誰か別の人が殺されたとするなら、ダリウスは狡猾にも本当に起きたことを覆い隠すために偽の情報を流したことになる。詐称者の死、つまりブッダの父親と共に新しい皇帝はガウタマの支持者に一つのメッセージを届けたかったはずである。つまり反乱については容赦しない。そしてガウタマという人望のあるリーダーが戻ってくることは許さない。と。ガウタマに鼓舞された
自由思想を持った反乱軍がダリウスに鎮圧されるまで1年以上もかかった残忍な軍事的鎮圧であった。マギについてウィキペディアには次のようにあります。ここで注意したいことは、マギというのは最高位の星と話す人ということになります。メソポタミアでは星イコール神でした。ディンギルでした。そのこともどうか頭に置いて理解してください。つまりガウタマはマギであったということです。もう一つ、ハーベイ・クラフト氏の間違いを指摘しておきたいと思います。これは私が1988年に書いた本です。で、左がイナンナ・イシュタールの紋章です。8方向に伸びる金星を表しています。が、これは星です。それによく似た楔形文字があります。中央です。これは星を表します。と同時に、神を意味します。発音はディンギルと発音します。つまり左は星ですが、右は神を表す楔形文字であるということです。よく混同されるわけです。その証拠がミトラ教の神事の様を描いた絵の中にあります。この黄色い丸に注意してください。一見すると星のように見えますが、これは星ではありません。中央が楔形文字。神を意味します。もともとは星から来た文字です。で、神イコール星なんですね。そして、ミトラ教の神事の様子を描いたその壁に描かれている模様と比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまり正確に楔形文字で神を表す文字を書いているということになります。つまり、クラフト氏はまあ、星という楔形文字を見てですね、スターと訳していますが、ただ単なるスターではありません。すなわち、星見る人ではなくて、実は神と会話をする人という意味になります。つまり、マギこそがですね、神と会話をする人ということになります。ただ単に星を観測する人という意味ではありません。神と対話できる人、神と対話する人のことをマギと言ったということです。それをここで訂正しておきたいと思います。ペルシャの歴史を簡単に振り返ってみたいと思います。ヘロドトスの歴史及びペルセポリスに残る碑文に基づくものです。ヘロドトスの歴史はペルセポリスに残る碑文に基づいていると考えられています。バビロンです。キュルス2世がバビロンを攻略してペルシャ一帯を支配します。で、その息子がカンビセス2世、またの名をカンブジェと言います。残るはエジプトということで、カンビセス2世はエジプト遠征に出かけることにしましたが、その前に夢のお告げで弟のスメルディスが位を奪うと、まあ、そういった夢を見るわけですね。そこでカンビセス2世は秘密裏に弟のスメルディスを暗殺します。そしてエジプト遠征に出かけます。で、ペルセポリスの碑文によればですね、その間にストダナ・ゴータマがその位を奪ったと。つまり、強奪者であると。で、それを容赦しないダリウス一世が、ストダナ・ゴータマを征伐したと。まあ、そういうストーリーなんですね。で、ストダナ・ゴータマ一家は、現在のネパールのルンビニあたりへ逃げていったものと思われます。で、これがまあ私が考えた順序ですけども、一番右が、ダリウスですね。そして順序からしますと、一番左がカンブジェス2世ですね。カンブジェです。そして中央が、ストダナ・ゴータマということになります。ストダナ・ゴータマはマギでした。これがまあ、ペルセポリスの歴史なんですけども、まあ、この中でですね、カンブジェス、カンブジェス、すなわちカンブジェス2世の名前がですね、父キュルスのまあ、二世の名前と同時に、遠藤印象の中に出てきます。その遠藤印象の中に、父、キュルスは、
マルドックを信仰していたとあります。マルドック、すなわち、ラーです。シチンの解読者年度版によれば、マルドックイコールラーということになります。マルドックというのは、延期、すなわちギリシャ神話におけるプロメテウスの息子ということになります。延期の息子がマルドックということになるわけですね。まあ、このバウンダリストの中ではエアーと書いてあります。で、もう一度このヘロドトスに話を戻します。まあ、歴史の父とも呼ばれています。まあ、その碑文によれば、もう一度繰り返しになりますけれども、キュルス2世がですね、バビロンを攻略して、そして、まあ、ペルシャ一帯を支配するわけです。で、ところは、エジプトということになるわけですね。で、先ほど言いましたように、夢のお告げで弟の、スメルディスが位を奪うと。それを、まあ、よしとしない、カンビュセス2世が弟を殺すと。カンビュセス2世はですね、ヘンリー8世と共にですね、歴史の中で暴君として知られています。その、まあ、暴君中の暴君だったということですね。で、それを、まあ、その間に、ソダナゴータマが位を奪うと。それをよしとしない、ダリウス1世がソダナゴータマをですね、ペルシャから追い出して、まあ、1年間追い打ちまでかけたということですね。まあ、それがまあ、このペルシャの歴史ということになります。で、そのストダナ・ゴータマの息子がセッダルタ・ゴータマ、すなわちシッダルタ・ゴータマということになるわけです。で、ダリウス一世は紀元前522年に位についています。で、足踏みつけているのが、一応これはね、ペルセポリスに残るレリーフですけども、足に踏みつけているのがストダナ・ゴータマということになります。まあ、ストダナ・ゴータマをですね、捕まえてこのように退治したということを、まあ、レリーフは示している、ということになります。まあ、クラフトさんはですね、これを、まあ、一応、シッダルタ・ゴータマ、すなわち、ブッダというふうに理解しておられるようです。が、しかし、ストダナ・ゴータマはあくまでもお父さんですからね、その息子がセッダルタ・ゴータマ、すなわち、シッダルタ・ゴータマということになります。で、もう一度、ペルシャの地図を見ていただきたいんですけども、まあ、これが今申し上げましたのが、ペルシャの、まあ、歴史ということになります。ここで、重要なことはですね、ストダナ・ゴータマこそがですね、まあ、ペルシャにおける、まあ、正当な王位継承者であったということになります。すなわち、最高位のマギであったということになるわけですね。で、ペルセポリスに紀元前522年に、ダリウス一世が位につきます。そして、まあ、その後、カンブジエですね、すなわちカンピセス二世がどうなったかについては、また別のところで論じてますけども、私は、ルート1に、いわゆる、まあ、ギザとね、ペルセ、プレハピヒアをつなぐルート1に沿って、カンボジアへ逃げていったというふうに考えています。まあ、それともかくも、ここでダリウスが登場して、そして、いわゆるストダナ・ゴータマ一家が、追い出されたということですね。まあ、クラフトさんの話によれば、セッダルタ・ゴータマ、すなわちシッダルタ・ゴータマだけが、現在のネパールへ逃げていったというふうに解釈されています。が、どうもそうではないと私、林博士は判断しています。その証拠をこれから皆さんにお見せします。で、もう一度これ見ていただきたいんですけども、この順番はですね、私がまあ勝手につけた順番ですから、まあ一番左からカンブジェ、すなわちカンブセス2世、中央がガウタマ、すなわちストダナ・ゴウタマ、すなわちそして3番目がダリウス1世ということになります。まあ、これはあくまでも、まあ、そのような順番ではなかったかなということで、私、林博士がそのように並べてみました。ひょっとしたらガウタマが先頭であった可能性もありますね。何しろ、マギですからね。しかし、カンビセス2世は暴君中の暴君でした。それはいろんな記録にもそう書かれています。キュルス2世は大変、まあ、まあ、なってますか、人望の厚い王であったというふうに書かれています。そして、そのカンブジェ、すなわちカンビセス2世の名前がですね、父キュルスの名前と同時に、円筒印象の中に出てきます。そして、マルドックを信仰していたとあります。マルドック、すなわち、ラーです。ゼカレ出身の、地球年代記の中に、それが書いてあります。マルドックイコールラーです。ここが重要ですね。ラー。まあ、いわゆる、まあ、マルドックはラーと呼ばれていたということです。ラーですね。延期の息子のマルドックがラーであったということです。ラーといえば、エジプトの最高神のラーのことになります。そして、ゾラスター教のアフラー、マザーと繋がっていきます。さらに、イスラム教のアラーフと繋がっていきます。確認しておいていただきたいと思います。アラーフ、アクバー、最高の神。アラーフですね、神ですね。
アクバール、最高のという意味です。イスラム教の神のアラーフです。それからゾラスター教のアフラー、マズダ。アフラーというのは神です。マズダというのは賢い、最も賢いという意味です。ザラストラは、神々をまとめてアフラー、マズダとしました。そして、アラーフとラーとアフラーが、ラーという音でつながります。つまり、これら三者は、一人の神、すなわち、太陽神、サンガートとなります。by 林博士説です。つまり、同一の神だということですね。ここが重要です。いいですか？カンブシセス2世は、父キュロス2世と共に、マルトク、すなわち、ラーを信仰していました。そして、ペルセポリスには世界最古のアフラマズダーの像があります。が、音だけではありません。信仰の仕方も同じです。神に手のひらをかざして、信仰します。アラーフ、ラー、そしてゾラスター教は、天に向けて手のひらをかざします。まあ、このように一致していくわけですね。つまり、まあ、カンピュセス2世は、ラーを信仰していた。そして、ダリウス1世が君臨した、紀元前520年に君臨した、ペルセポリスには、世界最古のアフラー・マズダー像があるということです。マルドゥクイコールラー説をですね、確認しておきたいと思います。ゼカリア湿地の書き表した地球年代記です。その中に、マルドゥクイコールラー、ラーイコールマルドゥクという名前が、括弧付きですけども出てきます。それを皆さんに紹介します。まあ、マルドゥクイコールラーということになりますと、アフラーにもつながり、また、アラーにもつながるということです。まあ、ゼカリア湿地はですね、シュメール、それから、メソポタミア、それからバビロンに残る、ある年度版を解読して、そのような結論を得たと、私、林博士は判断しています。ここに出てきますね。ラー、マルドックは延期の長男でと、確認しておいてくださいね。何箇所か出てきますけどもね。で、もう一箇所が、ここですね。エジプトの支配権は、ラー、マルドゥクからトスに移されたと。最高神、ラーですね。そしてもう一箇所、出てきます。つまり、ゼカリア湿地は、マルドゥクイコールラーであると、まあ、解読していたということになります。これが根拠です。ここですね。マルドック一番上に出てますね。ラーはエジプトに戻ったと。ラー、マルドックイコールマルドックってことになるわけです。で、ラーイコールマルドック。マルドックイコールラーということになります。まあ、こうして、古代、まあ、メソポタミアの時代が明けたということになります。第二時代を迎えたと。あるいは第二地域という意味かもしれません。第三地域はインダスバリーです。で、これがアフラー・マズダーです。アフラー・マズダー。アフラーの方が神という意味です。マズダーは先ほど言いましたように、賢い、最も賢いという意味です。ラー、すなわち太陽の神ですね。エジプトの最高神です。アフル、アラーフ、イスラム教の神です。やはり神という意味です。そしてアフラー、神という意味です。マズダーというのは賢いという意味です。で、アクバルというのは最高神という意味ですね。最高のという意味です。ですから、最高の神がイスラム教であり、ラーがエジプトの神であり、そして最も賢い神がゾラスター教の神ということになります。このようにして繋がっているということになります。もう一度確認しておいてくださいね。ただ、音が似ているというだけではありません。現在にも、その、なんて言いますか、祈り方って言いますかね、挨拶の仕方が共通しているということです。中央は、エジプトの引き金に残る挨拶の仕方です。相手に手をかざして挨拶しています。by 林博士です。そして、
まあ、同じように、アラーフもアフーラーもやはり手をかざして挨拶しています。まあ、その習慣がですね、今に残っているということになるわけです。左がイスラム教、右がゾラストア教ということになります。手のひらに注意してください。まあ、こうして、一貫性といいますか、一連性を持って神々は繋がっているということになります。繰り返します。ラーイコールマルドクでした。ラーイコールマルドクでした。すなわち、カンビュセス2世も、それから、ダリウス1世もマルドクを信仰していました。となりますと、ストダナゴータマもということになりますね。それが重要です。となると、ストダナゴータマもということになりますね。ここに、苦行中のブッダと呼ばれている像があります。苦行中のブッダだそうです。が、この像は、どう見てもおかしいですね。いわゆる人間離れしていると言いますか。おかしいです。で、この像を見ていただきたいんですけども、何体か残っています。鎌倉の建長寺にも一体残っているそうです。で、この苦行中のブッダの右がですね、頭部だけの像です。そして左が逆に今度は体だけの像です。まあ、こういう形で残っているということですね。で、向かって一番右の頭部の像が分かりやすいので、それを使って説明します。で、この像を見ていただくと分かりますように、目の中に目があるのが分かります。いくら痩せてもですね、目の中に目がある、などということはありえないことですね。よく見てください。目の中に下まぶたが表現されています。目の中に目があるわけですね。いわゆるまあ、下まぶたが二枚あるということですね。すなわち私はこれはオーバーオールヘルメットと判断しました。まあ、他のバビロニアに残る像と比較してそのように判断したわけですけども、今日はここがポイントではありませんので簡単にまあ皆さんにご覧いただいています。そしてこの足もおかしいんですよね。細いです。異様に細いです。これはペルセポリスに残る、アフラマズダーの像と足が一致します。いわゆるまあ、足。脚部はあるんだけども、足部がないということですね。まあ、少なくとも人間ではないということです。これが、苦行中のブッダと呼ばれている像です。さらに、まあ、検証していますとですね、骨格も、まあ、おかしいですね。繰り返します。これが、苦行中のブッダ像と呼ばれている像です。で、人間の骨格と比べても、あばら骨が多いと言いますか、密と言いますか、そのようになっているのがわかります。まあ、これは表現者の創作によるものってことになればそれまでですけども、どうも人間離れしているということですね。で、肩も、まあ、しかし他の苦行中のブッダはみんな同じように表現されてますからね。で、みんなレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるスケッチ画ですけども、そのスケッチ画に描かれている、まあ、男性の骨格と、まあ、よく似ているということです。まあ、これについても別のところで、精査しましたので、ここでは簡単に皆さんにご覧いただくことにしますけども、まあその、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた、その解剖図と左の苦行中のブッダ像がよく似ているということですね。それから首の付け根からね、上から、それから肩甲骨の端の方まで三角形の剣が走っているところに注意してください。で、ダ・ヴィンチの描いた方にはですね、13対の、頸椎があります。で、実際には7対ですからね。まあ、少なくともダ・ヴィンチの描いたのは人間ではないということになります。そのダ・ヴィンチの描いた、まあ、スケッチ画と、いわゆる苦行中のブッダの、骨格が似ているということですね。この特に黄色い部分ですね。頭から肩の先の方まで剣が伸びていると。まあ、ダ・ヴィンチは、まあ、同じタイプの、まあ、ヒューマノイドを描いたということになります。まあ、そのような証明も別のところでしました。要するに、まあ、苦行中のブッダというのは、まあ、人間ではないということになります。では、誰かということになるわけですね。その誰かという部分で、実は、このブッダが、まあ、ブッダと、苦行中のブッダと言われているこの人こそがですね、ストダナゴータマであるという証拠が、実はこの像そのものにありました。それをこれから皆さんに紹介しますが、右はセントジェロームの絵です。やはり、ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされてますけども、骨格が大変よく似ています。まあ、そんなところにちょっと注意してくださいね。まあ、繰り返しますけど、ここが今日のポイントではありませんので、まあ、ここは、おお、違うな、というような程度で見てくだされば結構です。で、この苦行中のブッダこそが、
ストダーナ・ゴータマでした。ストダーナ・ゴータマでした。その証拠をこれから皆さんにお見せします。もう一度、サント・アポリナーレ・ヌーボーのモザイク画に戻ってください。で、一番左がダリウス一世でしたね。そして、まあ一応一番右がですね、カンビュセス二世、あるいはカンブジアとも呼ばれていましたけども、カンビュセス二世です。カンビュセス二世はですね、父親キュールスと一緒に、マルトクを信仰していました。そして、ダリウス一世はですね、紀元前522年に、ペルセポリスで王に即位します。そのペルセポリスには世界最古のアフラマザーのレディフが残っています。となると、中央のストダナ・ゴータマがですね、道をこのように順番並べてみたんですけども、が無縁であるとは考えないのは無理ですね。で、クラフトさんの説によると、これがシッタルタ・ゴータマと言われてますけど、ということになりますけども、これはシッタルタ・ゴータマではありません。ストダナ・ゴータマです。その証拠がですね、この台座のところに残っています。台座のところで、二人の僧がですね、松明を囲んでですね、何やら神事を行っています。この神事は、ゾロアスター教の神事です。上が現在のゾラスター教の神事の様子です。同じように火を囲んでですね、このように神事を取り行います。注目をご覧ください。すなわち、この像はですね、ブッダではなくてブッダのお父さんのペルセポリスにいた、ペルセポリスにいた、そのお父さんのストダナ・ゴータマということになります。ストダナ・ゴータマということになります。クラフトさんの説をですね、私はここで訂正したいと思います。まあ、ゾラスター教の神事を行っているということですね。もう一枚証拠があります。これは世界最古のブッダの絵と言われているものです。このブッダのなるものの絵のですね、光背を見てください。奇妙な光背が描かれています。何やら模様のようにも見えますけども、これもゾラスター教で使う神事の松明です。神事の松明です。注意深くご覧ください。松明が、まあ、描き込んであるということですね。で、これだけではわかりないかもしれませんけども、同じものがですね、インド政府が僧侶に送ったシバ神の光背にも描かれています。これは、今言いましたように、インド政府が僧侶に送った欧州原子力研究開発機構ですか、そこに送った、松明です。右が現在、ゾラスター教で使っている松明です。三者を見比べてみてください。同じですね。ということは、一番左のブッダ像、ブッダなる像、まあ、ブッダ像ではありませんけどもね、ブッダの像の周、まあ、光背には、松明が描いてあるということですね。この両者を並べて考えてみてください。これら、まあ、二人、まあ、ここに描いてある、まあ、ブッダ像、ブッダなる像はですね、ブッダではなくて、父、お父さんのストダナ・ゴータマということになります。すなわち、ペルセポリス出身のですね、ストダナ・ゴータマもやはり、ゾラスター教を信仰していた、すなわち、マルドク・ラーを信仰していたということになります。ここが今日の一つの重要なポイントですから、もう一度比べてみてください。左下がこれがです。インド政府がサーンに送ったシバ神像です。右がミトラ像です。シバ神像もミトラ帽を被っています。そして、まあ、その像のですね、周りに、光背のような形で、ゾラスター教の松明が描かれているということです。そして、その絵もですね、これもやはりブッダ像ということになってますけど、これはブッダではなくて、ブッダのお父さんの、ストダナ・ゴータマということになります。すなわち、この松明がその証拠です。ネパールで生まれ育ったブッダがですよ、お父さんもネパールで生まれ育ったお父さんがですよ、このようなゾラスター教の神事の様子を彫り込んだり、絵に描いたりするなどということはありえないことです。すなわち、お父さんがですね、ペルセポリス出身の、いわゆる、まあ、マギであったという、これが傍証になります。ゾラスター教の、まあ、創始者ってことになるわけですけどもね、それはこれから説明します。で、いよいよ、核心部分ということになります。もう一度、サント・アポリナーレ・ヌーボーのモザイク画を見てください。一応、中央を私はストダナ・ガウタマとしました。ひょっとしたら、向かって右が、ストダナ・ガウタマかもしれません。まあ、いわゆる、まあ、聖書ではですね、いわゆる三つの贈り物があったということで、三人のマギという言葉が生まれたということになってますけども、三人ではなくて一人でした。すなわち、ペルセポリスの碑文によればですね、ストダナ・ガウタマこそがマギ王だ。マギの地位にあったとあります。で、もう一つ、ここが重要ですから、読んでみます。ゾラスター教というのは、ギリシャ語で、それによってイランの預言者、ザラストラがよく知られるようになった。そのゾラスター教は、紀元前6世紀には存在し、教えられていた。ゾラスター教の本拠地は、おそらく、カスピ海の東あたりの地域である。
もともとはマギ教と呼ばれていたんですね。しかし、ザラスストラ、すなわちゾラスターによって広められたので、ゾラスター教という名前になったということです。ゾラスター教の基本理念は、数多くのインド、イランの伝統的な神々、すなわちアフラを最高神であるアフラマズダ、賢い神という意味ですけども、に置き換える一神教であったということです。まあ、ザラスストラ、すなわちゾラスターが一神教にまとめ上げた。それがゾラスター教ということになります。ゾラスター教、別名マギ、もしくはマギ教、もしくはマニ教という古代イランの東で生まれたゾラスター教は預言者ザラストラ、別名ゾラスターの教えと哲学に基づく宗教を言う。以前は世界最大の宗教であった。それがゾラスター教だということですね。全イスラム、イラン王国の政治的力を得て、ゾラスター教は古代においては巨大な権限を持った。またその主導的な教義は他の宗教制度に取り入れられた。それがゾラスター教だということです。そしてマギについてです。マギという言葉が今日の動画のキーワードということになります。マギ。この言葉は紀元前5世紀以前からはイランの文献に2度現れる。言い換えますと2度しか現れていない。ここに5世紀と書いてありますけども、別の文献によれば紀元前には2度しか現れていません。そのうち1度だけは日付が正確に分かっている。その一度というのは、ダリウス大王のベヒスツンの三言語で書かれた碑文の中にある。それによれば、紀元前520年とある。まあ、紀元前520年のダリウスの即位したですね、ペルセポリスにその言葉が残っているってことになります。他の一例は、アベスタの中の文の中である。つまり、ゾラスター教の聖なる文献の中である。つまり、ゾラスター教の経典の中ということになります。つまり、マギという言葉は固有名詞、固有名詞ということになります。ゾラスター教の経典の中に書かれているマギというのはザラスストラ、別名ゾロアスター自身ということになります。一方、ペルセポリスの碑文に書かれているマギというのはそのままストダーナ・ガウタムということになります。となりますと、マギは固有名詞ですから、ザラスストライコールブッダのお父さんのストダーナ・ガウタムということになります。が、これに対してカトリックの方ではマギというのは一般名詞と位置づけています。一般名詞と位置づけないとまずいからです。というのも、イエス・キリストが降誕した時に、三人のマギがやってきて、イエスの誕生を祝ったと教えているからです。が、そんなことはありえないことはもう皆さんお分かりですね。いくら頑張ってもですよ、紀元前522年に即位したダリウスが、イエスの誕生に駆けつけることができるなどということはありえないことなのです。ともかくも一般名詞か固有名詞か、紀元前にはこのマギという言葉は二度しか現れてきていません。ブッダのファミリートリーについてまとめておきます。ザラスストラです。別名ゾラスターです。そのゾラスターがマギ教を起こします。ゾラスターによって広められたので、ゾラスター教と呼ばれるようになりました。ザラスストラ、すなわちゾラスターはマギでした。
がもう一人マインがいました。それがペルセポリスの碑文に残るストダーナ・ガウタマということになります。ストダーナ・ガウタマもマギでした。そしてストダーナ・ガウタマはマヤとの間に2分の1ハイブリッド、まあ、混合種のヒマノイド、ブッダを設けます。名前をセッダ・アルタ・ガウタマと言います。私たちがブッダと呼んでいるシッダ・アルタ・ゴータマということになります。一方、ザラスストラの、まあ、妻の立場にあったのがアナヒータということになりますけども、神々同士の、まあ、こうした関係というのは人間の概念で理解できるものではありません。ともかくもアナヒータが12月25日、当時祭の日に馬屋で諸女解体によってミトラを設けます。が、中央のストラのゴータマとザラスストラを同一神と考えますと、すなわち、マギマギでつながるわけですね。ストラのゴータマイコールザラスストラ、ザラスストライコールストラのゴータマということになりますと、ブッダと、まあ、ミトラはですね、まあ、人間の世界における義兄弟とはやや概念が違いますけども、人間世界における義兄弟と考えて何もおかしくないということになります。最後にダメ押しをしておきます。ペルセポリスのストダナ・ガウタマはネパールのルンビニでもストダム・ゴダムと呼ばれていました。ギリシャの歴史家ヘロドトスです。紀元前485年から420年頃の歴史家と言われています。そのヘロドトスが歴史という本を表します。世界最古の歴史書です。そのためヘロドトスは歴史の父とも呼ばれています。その歴史の中に、ストダーナ・ガウタマという名前が現れます。マギです。そして一方、ヘルセポリスの碑文の中に、そのストダーナ・ガウタマという名前と、その息子のセッタ・アルタ・ゴウタマという名前が出てきます。ペルセポリスの碑文の中でも、ストダーナ・ガウタマは、マギと表記されています。一方、ブッダの生まれ故郷の現在のネパールのルンビニでは、ブッダの父親をストダーナ・ゴウタマと言います。実際の発音を聞いていただきます。じゃあここからが重要ですから、もう一度お願いします。ブッダのパパは名前を教えていただけますか？スッドダン。スッドダン・ガウタム。もう一度お願いできますか？はい。スッドダン・ガウタム。ブッダのパパは名前を教えていただけますか？スッドダン。スッドダン・ガウタム。もう一度お願いできますか？はい。スッドダン・ガウタム。ブッダのパパは名前を教えていただけますか？スッドダン。スッドダン・ガウタム。もう一度お願いできますか？はい。スッドダン・ガウタム。今お聞きくださいましたように、ネパールのルンビニではストダン・ゴウタマ、ストダン・ゴウタマと発音しているそうです。ペルセポリスではストダーナ・ガウタマと表記されています。ルンビニではストダン・ゴウタマです。
では、そのスト・ダン・ゴータマの息子、つまり私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマはどのように発音されているかどうかお聞きください。ブッダ自身の名前はシッダルタ・ゴータマですね。はい。シッダルタ・ゴータマというのはネパールでは何と言いますか？ゴータム・ブッダ、シッダルタ・ゴータム。正式には何と言いますか？シッダルタ・ゴータマ・ブッダ。ブッダ、はい。あれはブッダ・シッダルタ・ゴータマ。シッダルタ・ゴータム。で、ブッダというのは？ブッダ。どっちも同じ名前。ブッダ。どちらの方が？シッダルタ・ゴータム。あ、ブッダの方が一番有名。で、シッダルタ・ゴータマというふうな名前もあるわけだ。あ、はい、そうです。ブッダ自身の名前はシッダルタ・ゴータマですね。はい。シッダルタ・ゴータマというのはネパールでは何と言いますか？ゴータム・ブッダ、シッダルタ・ゴータム。正式には何と言いますか？シッダルタ・ゴータマ・ブッダ。ブッダ、はい。あれはブッダ・シッダルタ・ゴータマ。シッダルタ・ゴータム。で、ブッダっていうのは？ブッダ。どっちも同じ名前。ブッダ。どちらの方が？シッダルタ・ゴータム。あ、ブッダの方が一番有名。で、シッダルタ・ゴータマというふうな名前もあるわけだ。あ、はい、そうです。ヘロドトスの歴史、そしてペルセポリスの碑文には、ストーダーナ・ガウタマという名前が記されています。正確な発音はわかりません。そして、ペルセポリスの碑文には、ストーダーナ・ゴウタマという名前と、そして、息子のセダ・アルタ・ゴウタマという名前が記されています。正確な発音はわかりません。しかし、現在の今、ネパールのルンビニでは、ブッダのことをシッダルタ・ゴータマと言います。そしてお父さんの名前がスダンナ・ゴータマというそうです。もう一度発音をお聞きください。じゃあここからが重要ですから、もう一度お願いします。ブッダのパパは名前を教えていただけますか？スットダン・ゴータマ。スットダン・ゴータマ。もう一度お願いできますか？はい。スッドダン・ゴウタム。ブッダ自身の名前はシッダルタ・ゴウタマですね。はい。シッダルタ・ゴウタマというのはネパールでは何と言いますか？ゴウタム・ブッダ、シッダルタ・ゴウタム。正式には何と言いますか？シッダルタ・ゴータマ・ブッダ。ブッダ、はい。あれはブッダ・シッダルタ・ゴータマ。シッダルタ・ゴータマ。で、ブッダっていうのは？ブッダ。どっちも同じ名前。ブッダ。どちらの方が？シッダルタ・ゴータマ。あ、ブッダの方が一番有名。で、シッダルタ・ゴータマというふうな名前もあるわけだ。あ、はい、そうです。また、母親のマヤの発音について、ネパールのルンビニではどのように発音しているか、注意深くお聞きください。はい、お母さんは？マヤ、デビ。先ほどなんか言われた。そうだ、マヤ。はい、お母さんは？マヤ、デビ。先ほど何か言われた。そうだ、マヤ。ゆっくり。そうだ、マヤ。はい、お母さんは？マヤ、デビ。先ほど何か言われた。そうだ、マヤ。ゆっくり。そうだ、マヤ。お分かりですか？マヤのことをですね、ストダーマヤン、ストダーマヤンとネパールのルンビニでは読んでいるそうです。ストダ・マヤン。このストダという
名前に注意してください。その名前はストダーナ・ガウタマとつながっています。そしてペルセポリスに残る碑文のストダーナ・ガウタマという名前ともつながっていきます。これはもう偶然の一致ではありませんね。左の名前、右の名前、見比べてみてください。すなわち、ペルセポリスのストーダーナ・ガウタマが、ネパールのルンビニのストーダーナ・ガウタマであり、ペルセポリスのセッダ・アルタ・ガウタマが、ネパール・ルンビニのシッダ・アルタ・ガウタマということになります。そして、母親のマヤはですね、ストダーマヤン。ストダーマヤンです。名前がつながっているということです。で、結論ということになります。ストダーナ・ガウタマ一家は、ダリウス一世の計略に引っかかり、現在のイランのペルセポリスを追われて、そして現在のネパールのルンビニ近くまで逃げてきたものと考えられます。そして父親のストーダーナ・ゴータマが仏教を起こし、息子のセッダ・アルタ・ゴータマがその仏教を広めたということになります。今ご覧いただいているのがですね、ペルシャの神々の構図です。中央にゾラスター教を置きました。ザラストラが一神教にまとめたものです。そしてアナヒータが12月25日、当時祭の日にですね、ミトラを処女解体により馬屋で設けます。そこへ、まあ、三人の、賢者がやってきた。実際には一人の万儀だった可能性が高いです。三人となったのはあくまでも贈り物が三つあったから三人ということになっただけですね。で、まあ、これはキリスト教の方では三人の万儀と言ってますけども、三人の万儀。ということはありえません。マギは固有名詞です。すなわち、ザラスストラ、すなわちイコール、ストダナ・ゴータマということになります。そのマギが、ミトラの誕生の時にやってきて、ミトラの誕生を祝します。これが、ペルシャの構造ですね。そして、そのストダナ・ゴータマ、左下がストダナ・ゴータマです。明らかに人間ではありませんでした。まあ、神ですね。そして、そのストダナ・ゴータマとマヤンの間に生まれたのが、シッダルタ・ゴータマ、セッダルタ・ゴータマ、すなわち、ブッダということになります。で、こうして並べていますと、まあ、ストダナ・ゴータマの息子が、セッダルタ・ゴータマということになります。いわゆるシッダルタ・ゴータマは、二分の一、モディファイド・ハイブリッド・ヒューマノイドということになります。そして、ザラス・ストラの妻ということではありませんけども、神々の世界は、まあ、人間で言うようなね、恋愛まではしても、いわゆるセックスして妊娠して出産するということはあり得ません。事実、アナヒータは第2位の、十二神の外にいる女神として位置づけられています。しかし、太陽神ですからね、四頭の馬を率いる太陽神ですから、それ相当の地位だったと思われます。その、アナヒータからミトラが生まれるということですね。そして、アフラ・マズダーと言われている人はですね、すなわち、マルドゥクということになるわけです。そのマルドゥクの父親が延期ということになります。なあち、ギリシャ神話におけるプロメテウスということになります。これが神々の構図ということになります。以上です。どうも最後までお聞きくださいましてありがとうございました。Bye for now. の主人公はアナヒータです。ゾラスター教のエンジェル、つまり女神と呼ばれているアナヒータです。そのアナヒータについてパヤム・ナバルツという方が、まあ、こんな本を書いておられます。その冒頭でアナヒータについてこのように説明しています。パヤン・ナバルツ氏の書いたアナヒータ及びササン帝国に残るレリーフによれば、インド
イランにまたがるアナヒータは古代ペルシャの女神である。そのアナヒータはゾラスター教のヤザタ、つまりエンジェルのことであり、現在のゾラスター教においても女神である。美しい女性として表現されているが、アナヒータは強く、背が高く、純粋で、金で刺繍されたマントを身にまとい、またその手には、バレスマ、つまり、聖なる植物を持った女神として表現されている。アナヒータは、地球のすべての水の女神でもある。正式には、アレドビ・スラ・アナヒータと呼ばれる。水気があり、力があり、純粋という意味である。アナヒータは四頭立ての戦車で駆け巡る。つまり、風、雨、雲、そしてみぞれという名前の馬である。アナヒータは王権を付与されていて、権威の女神であり、ペルシャのアフロディティと考える人もいる。実際、数多くの古代の女神、例えば、イシター、ヴィーナス、ナナ、イシスなどとの類似点もある。アナヒータは、浄化、純粋という役目のほかに、キリスト教に先立つミトラのバージンマザーでもある。画面を見ながら説明します。ザラスストラです。またの名をマギと言います。そのザラスストラは、それまでアフラの名前でバラバラになっていた神々を一つにまとめます。それがアフラ・マズダ、最も賢い神ということになります。そしてゾラスター教を起こします。上がテレセポリスに残る、レリーフです。そして、この論文の中で、ザラスストラについて説明しています。まあ、簡単にまとめますと、ザラスストラ、いろいろな名前で呼ばれています。が、このザラスストラこそがですね、マギということになります。つまり、ゾラスター教の経典に出てくるマギというのは、ザラスストラ自身であったということになります。そして、ここが今日のポイントということになりますから、皆さんと一緒にザラスストラについて確認しておきます。ゾロアスター教というのはギリシャ語で、それによってイランの預言者ザラスストラがよく知られるようになった。そのゾロアスター教は紀元前6世紀には存在し、教えられていた。ゾロアスター教の本拠地は、おそらくカスピ海の東あたりの地域である。ゾラスター教の基本理念は、数多くのインド、イランの伝統的な神々、つまりアフラを最高神であるアフラ・マズダーに置き換える一神教であった。マギという名前についても確認しておきたいと思います。ゾラスター教別名マギという古代イランの東で生まれたゾラスター教は預言者ザラスストラあるいはゾラスターの教えと哲学に基づく宗教を言う。以前は世界最大の宗教であった。前、イスラム、イラン王国の政治的力を得て、ゾラスター教は古代において巨大な権限を持った。その主導的な教義は他の宗教制度に取り入れられた。つまり、マギ教は創始者ザラスストライコールゾラスターの
名前で広く知れ渡るようになったということです。そして現在、ゾラスター教と呼ばれるようになったということです。では、神々の歴史についてさらに深く考えてみたいと思います。ザラスストラです。ゾラスターです。そのザラスストラが神々をまとめてアフラ・マズダを柱としてゾラスター教を建てます。上はペルセポリスに残るアフラ・マズダの世界最古のレリーフと言われています。そのゾラスター教のエンジェルがアナヒータということになります。アナヒータは、まあ、ゾラスター教の当時祭である12月25日に諸女解体によってミトラを馬屋で設けます。こういう流れにあるわけですね。そして、ザラスストラ、つまり、マギということになります。で、これは世界最古の、いわゆる三人のマギの、モザイク画ということになっています。サンタ・アポリナーレ・ヌーボに、まあ、残っているモザイク画と言われていますけども、それはありえませんね。マギは一人だけです。固有名詞です。で、その中央にいるのがストダナ・ゴータマ、すなわち、マギということになるわけですね。ブッダのお父さんということになります。こうして、ストダナ・ゴータマとセッタ・アルタ・ゴータマ、さらにシッタ・アルタ・ゴータマと繋がっていきます。ということは、ザラストラもマギ、ストダナ・ゴータマもマギ、マギは固有名詞で一人ということになりますと、ストダナ・ゴータマイコールザラストラということになります。大変単純な論理かと思います。左がストダナ・ゴータマの像です。世界ではこれを苦行中のブッダと位置づけてますけども、これはブッダではありません。ブッダのお父さんのストダナ・ゴータマであるということをですね、すでに私、林浩が証明しました。その息子がセッタ・アルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の真理の解放者、すなわちシッタ・アルタ・ゴータマ、すなわち私たちがブッダと呼んでいるその方ということになります。そして、ストダナ・ゴータマとザラスストラは同一人物であったということになります。となりますと、ブッダのお父さんはストダナ・ゴータマであると同時にザラスストラということになります。ゾラスター教の創始者のザラスストラということになります。ストダナ・ゴータマもマギ。ザラスストラもマギ。マギという名前は繰り返しになりますけども、紀元前には二度しか歴史に出てきていません。一回はゾラスター教の経典の中のマギ、すなわちザラスストラ。そしてもう一度はペルセポリスの残る碑文の中、つまりストダナ・ゴータマということになります。つまり、ストダナ・ゴータマ、ブッダのお父さんはですね、ペルシャでも最高位の王位の継承者であったということになります。そして、このザラスストラが、まあ、信奉していたゾラスター教の神というのはマルドックということになります。そしてその上にいるのが父親のエンキということになります。一方、左がエンリル派です。エンリル派でその流れはイナンナ・イシターへとつながります。そしてイナンナ・イシターはシャマーシと組んでキリスト教を立ち上げます。まあこういう流れにあるわけですね。そしてその頂点に立つのが言うまでもなくアヌ王ということになります。そして左をラム族、一般にはレプタリアン族と呼んでいます。そして右をサーペントクラン、サーペント族と呼んでいます。こうして二つの勢力がですね、太古の昔からこの地球で対立していたということになります。まあそれはともかくも、ブッダの、まあ父親がですね、まあこのような形で、ザラスストラであることが証明されました。マギという言葉がその謎を解く重要な鍵となりました。もう一度繰り返します。左上がですね、これがストダナ・ゴータマです。そしてマヤと、これマヤは人間ですからね。そしてマヤとの間に、ブッダが生まれます。つまり、ブッダは二分の一ハイブリッド、モディファイ、改良されたヒューマノイドということになります。そして、ザラスストラとアナヒタの関係がわかりません。というのは、妻ということでもないんですよね。神々の世界というのは、まあ、便宜上の、まあ、兄弟、親子関係を結びますから、人間のように、まあ、恋愛はしますけども、セックスして、妊娠して、そして、出産するということはありえません。
ともかくもアナヒーターの下でミトラが、まあ、誕生と言いますか、降誕するわけですね。こういう流れになります。となりますと、ブッダとミトラは、まあ、神々